前回は、仲良しのご夫婦におすすめのお車を紹介させていただきましたが、いかがでしたか？もちろんその後お話しさせていただきました、はい、そしてとっても喜んでいましたよ、はい、それで今回は、はい、また意見の相違で揉めているご夫婦がいるんですよね、はい、今度乗り換えを検討しているようなんですが、ご主人の方はスポーティーで運転を楽しめる車がいいと、そして奥様の方はご自身もたまに運転するので大きい車は怖いみたいなんですよね、はい、どうにかなりませんか？はい、そうなんですね。確かに、そういう話はよく伺う話ではありますよね。ちなみにお子さんっていらっしゃいますか？まもなく生まれるそうなんですよね。そうなんですね。ではお二人が安心して、さらに楽しく乗れるお車を、ご準備したいですよね。はい、そんなお二人にお勧めしたいのがこちらのインプレッサスポーツ STI スポーツです。はい、内装が星2つ半、外装も星2つ半、総合評価は 4.5 点のお車です。小竹さん、今回もビビットで綺麗なレッドですね。かっこいいですよね。こちらもスバルのモータースポーツを統括する STI が手掛けた本格上級スポーツモデルです。本格スポーツですか？奥さん大丈夫ですかね？乗りやすいのがいいって言ってましたけど。ご安心ください。こちらはどなたでも俊敏なハンドリングと上質な乗り味が楽しめるお車です。まずこのお車パッと見ると赤い色が目に飛び込んできますが、よく見てみるといろんなところにブラックが使われているんですね。フロントグリル、フロントフォグランプ周り、それからドアミラーに18インチアルミホイールもすべてブラックで統一されております。スポーティーやラグジュアリーなグレードになると後期パーツが使用されることも多いですが、こちらはあえて使わず、より軽快なイメージで上質かつスポーティーなエクステリアに仕上げられております。そしてフロントグリルの中央にカメラがありますが、このカメラは何でしたっけ？はい、それは小野さんがいつも安全装備をご紹介してくださっているフロントビューモニターのカメラです。ちなみにサイドビューモニターのカメラは助手席側のドアミラーの下についています。ではモニターを含めて車内も確認してみましょうか。あ、なんだか珍しいカラーリングのシートですね。はい、では失礼します。座り心地もとってもいいですね。3色使われるのは珍しいんですよね。 STI のイメージカラーでもあるレッドをシートのセンターに、ブラックとグレーでコントラストを強めにし、カジュアルさを表現しています。でも何でしょう、全体的には上品で落ち着いた印象もありますよね。シート以外は質感が違いますが、ダークトーンで引き締められておりますので、上品さとスポーティーさをしっかり表現をしていますね。上質さの中にもしっかりと遊び心も忘れていないんですよね。さあ、では小竹さん、先ほどのフロントビューモニターとサイドビューモニターの見方なんですが、はい、今一度教えていただけますか？はい、ステアリングの左の、ボタンですね。そこにビューって書いてあるものですかね。はい、押してみていいですか？はい、お願いします。こちらの画面の部分に映っていますね、はい、ちょうど前方と左の側面が映っていますね。はい、こちらはモニターで視界を拡張することで少しでも視覚を減らし、運転者の不安を減らしてくれる機能です。例えば見通しが悪い交差点などで車が来ているかどうかギリギリまで前に出ないと見えなかったり、幅寄せ駐車をする際など左側が見えないとどうしても心配になりますよね。そんな時にこのモニターを使えばしっかり確認しながら運転できますので安心です。いいですね。こういった機能を使えば見通しの悪い交差点などでとっても役に立ちそうですね。はい、さらに、スバルリアビークルディテクションとドライブレコーダーもついておりますので、
さらに安心して運転することができますよね。どんなシーンでも車が一緒に見守ってくれていますので、お子様と一緒に車に乗る際でも安心です。さらに安全に関してお話ししたいことがあるのですが、スバルの総合安全に関する考え方の中に予防安全というものがありまして、万が一衝突の被害を最小限にするために7つの乗員保護エアバッグと歩行者保護エアバッグも装備されております。7つものエアバッグがあるんですね。はい、どこについているんですか？はい、まず、運転席助手席のエアバッグ、左右のシートのエアバッグ、さらにこちらですね、ピラーのところにもエアバッグ、あとは運転席の膝のところ、ここにもエアバッグがついております。そうなんですね、はい、本当にたくさんの機能で車が安全を守ってくれるんですね。はい、運転のしやすさや安全については解決できそうなんですが、はい、旦那さんの方は運転を楽しみたいようなんですが、はい、そのあたりはいかがでしょうか？はい、そちらも心配いりません。はじめにどなたでも、俊敏なハンドリングと上質な乗り味が楽しめると申しましたが、ポイントが2つあります。はい、1つ目はハンドル性能です。ハンドルを切り始めからハンドルを切った分、しっかり車が曲がってくれるんです。車が自分の思い通りに動いてくれるんですね。はい、その通りです。その分動きが増えますので、細かな積み重ねで実感はなくてもそれが疲れにつながってくるんですよ。運転が好きな人であれば自分が切った分だけ車がしっかりと反応してくれるので、楽しさを感じていただけるのではないかと思います。いいですね、はい、なんだか私も運転してみたくなってきました。はい、そして2つ目のポイントは何でしょうか？はい、2つ目はサスペンションです。車の乗り心地でいう快適なこととスポーティーなことって相反することなんですけれども、それを両立するために専用サスペンションをこの STI がチューニングを行っております。両立なんてできるんですか？はい、できたんですね。サスペンションというのは車の振動を吸収してくれるものなのですが、サスペンションの中にはダンパーというものがあって、このダンパーの硬さによって乗り心地に違いが出てきます。このインプレッサのダンパーはその硬さを変えられるようになっているので、車の走行シーンに合わせて硬さを調整してくれます。そんなことができるんですね。はい、通常まっすぐ走っている時には吸収を柔らかくして振動が車に伝わらないようにしてくれます。コーナーリングなど車に重力が加わった際には硬くなって車が踏ん張ってくれるので安定して走ることができるんです。すごい優秀ですね。はい、安心と楽しさを両立提供するのがスバルです。旦那様には日常でお使いいただく際でも運転の楽しさを、たまに運転する奥様にはどんな時でも安心して運転していただきたくて、本日はこの車をご紹介させていただきました。お子様が誕生された後でもどんなところでも安心して運転をし、仲良く思い出を増やしていってほしいですよね。そうですね、小竹さん今回もありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではお車の詳細をお願いします。はい、2020年式で走行距離はおよそ1万2000キロ、2023年10月まで車検がついたお車です。安全装備ですが、ぶつからないための機能はプリクラッシュブレーキ、後退時ブレーキアシスト、オートマ誤発進・誤更新抑制制御がついています。疲れないための機能は全車速追従機能付きクルーズコントロール、車線逸脱抑制、車線中央維持がついています。ヒヤリを減らすための機能はスバルリアビークルディテクション、アダプティブドライビングビームがついています。視覚を減らすための機能はフロントビューモニター、サイドビューモニターがついています。それでは注目のお値段をお願いします。はい、消費税込み261万8000円です。
なお、諸費用、リサイクル料金は別途申し受けます。今週のスバ推しは、2020年式インプレッサスポーツ、STI スポーツ、AWD、CVT。お値段は261万8000円です。さて小竹さん、はい、今週のプラスワンはこちらのスバ推しのお車ということでしたが、はい、何をつけていただけるんでしょうか。はい、今回はですね ETC2.0 を取り付けをして納めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。今週のプラスワンは6号車スバ推しのお車です。今日明日ご成約の方に ETC2.0 を取り付けて納めさせていただきます。詳しくはカースポット太田0276-453933までお問い合わせください。